こんにちは。今日の試合の解説には堀池拓実さんをお迎えしてお送りいたします。堀池さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速試合の方に目を移しましょう。決めます。スタジアムのテンションが上がります。ロドリゲス、外、ロドリゲス、クロスに対して体を入れた。めっちゃゆっくり上がってる。でボールを取りました。危険な位置です。緊張感が増してきます。このボールはラインを割ってゴールキック。後ろ君の答え、キャノン、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ナイスです、ナイスです、ナイスです。あとタックルを受けています。オッケー、跳ね返ってボールが外に出ました。キャノン、スティーブンソン、そのまま返します。デブライス、鮮やかなボールタッチ、どうだ。さあコーナーからのチャンスです。コーナーキックをもっとチャンスにしたかったですね。アドバンテージを取ったようですね。バクスター、チャンスになる、素晴らしい。シュートはちょっと強引か。コーナーキック、あとか。コーナーキックのチャンスは大事にしたいですね。ボールは当たって外に出たようです。いい、 OK です。フィールドの中盤でボールを奪いました。ディフェンスの網にかかる、ボールを取られました。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを奪い返しました。外、
サイドを変えます。ロドリゲス、守護神が素晴らしい反応を見せます。シュートだ。キーパーにボールが収まります。ボールが中盤でカットされました。デブライス、余裕を見せます。最後は触っていましたか。タッチラインを割りました。コーナーキックになりました。コーナーキックを生かせませんでした。ボールを運びゴールに襲いかかります。ロドリゲス、キング、外、ボールは戻されます。スティーブンソン、ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。スティーブンソン、外、クロス来た。セーフティーファーストで良かったと思いますよ。ロッシ、ありがとうございます。ファールを取りました。キャノン、危険な位置です。緊張感が増してきます。ロドリゲス、すごいね。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。そうですか。ロッシ、ケリー、いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。外、この判定はフリーキックです。あと、外、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。前半終了です。未だスコアレスです。ハーフタイムを互角と言っていい内容で折り返すことになりました。堀池さん、はい、お互いチャンスはありましたが、ゴール前でちょっと慌ててしまいましたね。まだ前半が終わったところですし、まだまだこれからですね。後半45分、キックオフです。ノックオンだ。ロドリゲス、ミッドフィールドでボールを取りました。いい形でゴール前まで持ってきました。ロッシー、シュートを詰めたディフェンスに当たった。
ロドリゲス。守備への切り替えが早い。ここで止めます。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。外。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ここまでのオフサイド数はご覧の通りです。ロッシュ、ボールを中盤で奪いました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。デブライス、競り合いになりました。クロスが上がりましたが、結局相手のボールになりました。外、中盤でボールをカットしました。ムーア、バクスター、ロッシー、キング。相手にボールが渡りました。このクロスは得点になりません。フィールドの中盤でボールを奪いました。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。よしよし。バクスター、デブライス、スティーブンソン、ボールを失った。ボールが中盤でカットされました。外、ロドリゲス、ボールがこぼれます。ロッシュ、ミッドフィールドでボールを取りました。パスコースにはディフェンスがいます。ロッシュ、キング。さあ、スタジアムのテンションが上がります。これはどうなりますか。このボールはラインを割ってゴールキック。リプレイが流れます。こういうプレーは盛り上がりますね。お客さんも喜ぶでしょう。あとレフリーに当たった。スティーブンソン、これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。ケリー、スティーブンソン、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。危険な位置です。緊張感が増してきます。外、スティーブンソン、上を吹きません。流したようです。絶好のチャンス。クリーンなタックル。ボールを奪いました。デブライス、ロッシ、
形でゴール前まで持ってきました。パスは精度に欠けました。タッチを割ってスローインです。ムーは選手が倒れていますよ。肉離れでしょうか。残り5分となりました。どちらも膠着状態を打開できずにいます。ムーは見事なタックルです。ロドリゲス、出しどころが見つからないか。一人選手がピッチに倒れています。肉離れでしょうか。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。ロッシ、副審の旗が上がりました。オフサイド。スコアは0対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。解説の堀池さん、ボールポゼッションで大きく差が出ました。今日のゲーム引き分けでしたが、いかがでしたでしょうか。はい、どんなにボールを支配していても点を取らないと勝てないわけですよ。難しいですね。今日の試合の模様は実況西岡、解説堀池拓実さんでお送りいたしました。皆様ありがとうございました。さようなら。Zeit zu überlegen, ob das Leben eine Scheibe ist, wenn du's weißt.